それとっても楽しいでしょ。最高に楽しいわ。わお、これを見て、とってもクール。待って、それは私のよ。私が最初に見つけたのよ。話しなさいよ。いや、渡しなさい。さあ、やだ、何してくれたのよ。私のせい？絶対に許せないわ。ばこの騒ぎは何？何が起きたの？エマが台無しにしたの。違うわ、私じゃないの。落ち着いて、大丈夫よ。ハニー、トイレットペーパーが切れちゃったんだ。ほら、わかるだろ。もう拭いてあげないわよ。でもどうすればいいんだ？トイレットペーパーがないと困るじゃないか。ちょっと待って。いいアイデアが浮かんだわ。トイレットペーパーを芯から外して、こうしてカードで包む。しっかり固定してね。筒に風船を差し込んで。ちょっと地味だからデコレーションもね。私はフェルトペンを使うわ。気をつけて、風船が破裂しないようにね。可愛い顔を描いていくのよ。これが目になって、長いヒゲも必要ね。髪で手もつけてあげよう。今度は耳よ。できた、ウサギよ。ほら見て、ちゃんと2人分あるわよ。うわ、これは素敵。お、ちょうだいちょうだい。やった、ほら見て、楽しくてやめられないわ。エマ、これを見て。この子たち友達になるべきよ。遊びましょう。あら、なんて可愛らしいの。さて、次は何が起こるのかな。うわ、俺の顔に何かついてる。金のパック。ついに俺も豪華生活だ。いらっしゃいませ。マッサージセラピーへようこそ。どうも、待ってました。おお、この枕は快適だな。そうなんです、タオルをかけますね。あとは施術中、ゆっくりとリラックスしててください。ストレスで背中がかなり凝ってますね。どうも、マッサージを予約してるんですけど。いらっしゃい、座ってください。治療を行う間、ゆっくりとくつろいでください。は、何してんの。ユーカリは健康にいいんですよ。次はマッサージストーンを使ってチャクラを解放します。熱が体内に染み込んで体を癒すんです。うわ、気持ちいい。ただの熱い石なのにびっくりだ。さて、お嬢さん、石を置かせてもらいますね。動かないで、重たくて不安定なんですよ。これはどこに置けば。持っててください。癒しの効果が感じられるはずですよ。さて、次は仰向けになってください。ありがとうございます。では顔の施術に移ります。リラックスしてくつろいでください。これで顔色が改善されます。目の下のたるみに働きかけましょう。このパックは効きますよ。同時にジェイドローラーで血行を促進させますね。おお、触れた感じが気持ちいい。快適だ。さて、キュウリを用意して。半分に折った方がいいな。こうすりゃ十分だろう。パックを外したので目がすっきりとしているはずですよ。お次はフルフェイスのマスクを乗せていきますね。毛穴を開いて洗浄してくれるんです。うわ、皮膚がくすぐったい感じ。ほら、これを持って。顔用のマスクの材料です。さて、はじめに材料を混ぜ合わせましょう。それこれ大丈夫かな。もっとユーカリを足して混ぜましょう。混ぜる？冗談でしょ。ブラシも用意しましたよ。これで顔に塗りやすくなります。ほらね。では顔に塗布していきましょう。どうしてこんなことに。気分はくさまらなんですけど。葉っぱのせっぱなしにしないとダメなの。さて、ではパックを顔から剥がしていきましょう。次に温かいタオルで皮膚をきれいに拭いていきますね。リラックスして生き返った気分だ。お越しいただきありがとうございました。食品と葉っぱまみれとか信じらんない。うげ、お前どうしたんだよ。草むらに落ちたのか。もう水圧ひどいな。水ならもっとあるでしょ。ちめだ。さっさと済ませよ。サンプルもう残ってないの。これで十分。もう半分なくなっちゃった。これじゃ足りないね。タオルはこれのみ。あんまし濡れてなくてよかった。で、すでにびしょびしょじゃん。はあ、服前より濡れちゃった。もういいや。バナナが売れすぎってある？お腹空いてる？おっと、やば。
一方上位の朝は風呂に水張って、よし最高のリラクゼーションだな。おやつがあったらなおよし。サンキュー。うま、なんか飲みたくなってきた。おう新鮮だ。はあ、涼風も欲しいな。一日の始まりには最高だ。他の過ごし方なんてありえないだろう。実はたくさんある朝の過ごし方、上位の自宅では高級な金のジュエリーから首にかけちゃって、いい匂いの香水まで首にシュッとね。うん、今日は何色の気分かな。ワンタップで完成。お金があれば間違いなく生活は快適、しかも美味しい。勝手に何でも目の前に。私おしゃれかな。靴下新しいの必要だし、どこかに新品落ちてないかな。足に履くものが欲しいと聞いたぞ。これやるよ。あのどうもすみません、他に綺麗なものってありませんでした？ネズミ。まあないよりマシか。土だらけなんだけど、しかも取れないし。いやよ、靴磨きだなんて。いや、これを使えばなんとか。除光液が汚れを落とすの。コットンに染み込ませたら汚れた面を磨きましょう。その調子、もうちょっと頑張って。ほら新品になった。超キュート、やったね。わー、こいつも綺麗にしてくれないか。勝手にやって。うわめっちゃ寒い、全然温まらない。あやっぱりすごい熱。どうすれば楽になるかな。そうだ、薬を買おうか。これじゃ足りない、薬は高すぎて買えないよ。うん、お母さんに助けてもらおう。もしもし。うわもう着いたの。あなたが病気の時ってわかるのよ。救急箱を持ってきたのよ。すぐに良くなるわ。まずは紅茶から。できたわ、飲んで。紅茶が嫌いなのは知ってるけど、元気になるためよ。うえ、熱が冷めても紅茶で死んじゃうよ。次はハーブよ。ああ、匂いを嗅ぐだけで元気になっちゃう。それ入れたらもっとまずくなるんじゃない？そうそう、そのまま飲み続けて。あ、そうだ、次はママ特製スープよ。豆のスープは嫌いだって。うん、そんなこと言って口を開けて。これで良くなるから。はい、よくできました。じゃあ次は、そうそう、リンゴ。うん、もうちょっとツヤを出さなきゃ。うん、あーもう寝ちゃったの。寝冷えしないよう気をつけるのよ。うまくいった、よし、バレてない。よし、蓋を開けて中身を確認しよう。また10ドルに逆戻り。うん、私は再びリッチに帰り先。やっと食事にありつく機会を得られてよかった。この部屋が暑いし、私腹ペコなんだ。はあ、まあ少なくとも10ドルはあるからいいか。頼めるもんが何かあるはずだろう。すみません、ウェイターさん、注文お願いします。焼きたてのピザをください。俺も同じの、けど10ドル分だけでお願いします。うわ、私の料理を作ってくれるシェフだ。どうも、本日は目の前で焼きたてピザを作ります。まずは小麦粉、それからもちろん麺棒で生地を伸ばしていきます。うん、美味しいピザを食べるのが待ちきれない。お腹すいた。ピザ注文したよね、今から作るよ。よし、材料を用意して作業の準備は OK。 台に小麦粉をまぶす、だったかな。うわぁ、ちょ、小麦粉には気をつけてよ。今の私は金持ちなんだからね。ピザ生地を回していきます。まあもう回してもいいかな。はい。なに？これ落としましたよ。次に程よく熟したトマトを切っていきます。
わあ、私トマト大好き。夏ってトマトが食べたくなるよね。わあ、すごい包丁さばき。真のプロって感じだね。トマトをすうまいスライス。俺のシェフ、プラスチックの包丁でトマトを切ろうとしてないか？トマトは非常にカットが難しくてね、コツがいるんだよ。今度はおろしたてのモッツァレラ、ピザチーズの王様。生地の上に散らせていきましょう。こっちにもあっちにもチーズをかけて、最後にトマトのスライスと他のトッピングを乗せていきます。Oh my God！ トマトとその他、他に選択肢もないし、缶詰コーンでも入れるか。不安だ。もっとコーン入れてもらえる？よし、ピザも焼けたらお出ししますね。まあ頑張るだけ頑張ったっしょ。お客様、注文通り完成した焼きたてピザです。やん、美味しそう。早く食べたい。まさに新鮮なピザ、トッピングが最高。美味しそうな野菜がいっぱい、見れば美味しいってわかる。うん、一口目から最高。ご注文のピザです。でもこれ焼いてもないじゃん、全部生だぞ。これに金払えってのか？もうマジかよ。チーズだけでも食うか。人生で最高にしょぼい飯だな。何ヶ月も貯金してたんだ。開ける時が来たよね。やった、私も金持ちだ。貯めた甲斐あったな。全部高そう。でもセールだもんね。箱すら素敵。開けたくないぐらい。開けるけどさ。わあ、かわいいヘアクリップ、最高すぎる。すでに金持ち気分になってきた。面白い商品の数々、アンティークも取り揃えております。お掃除しないとね。何すんの、気をつけてよ。出て行きなさい。お入りください。うん、面白い商品だな。あれ、これって取れていいわけ？こんなの見たことない。うわ、買った。うわ、昼飯に食った寿司に裏切られた。上位様、大丈夫ですか？お手洗いに行かないと。これ、これください。金のトイレットペーパーですね。100万ドルになります。買います、ください。毎度。じゃあ、うわあ、間に合わないかも。外で待ってますね。うわあ、中どうなってるの？そうなんです、何このひどい悪臭。眠れたわ。汚い。これうんこじゃないわよね。なんで私ばっかり。うわあ、これ以上の最悪ってある？不衛生だわ。何か使えるもの。あ、おやつに行け。あ、また鳥にやられた。目に物見せてやるわ。鳥の丸焼きゲット。はい、試験を始めますよ。開始。実力を発揮してください。え、マジ？これしか入ってないの？げー、短い色鉛筆しか持ってない。先も折れてるし。おー、リジーのはすごいな。いろんな文房具がある。ああ、俺はこれだけか。
待てよ、お金持ってたっけ。これじゃ絶対無理だ。そうだ、ゴミ箱に何か入ってるかも。何が入ってるかな。ゲ、リアム何やってんの。アイスの棒だ、絶対に使えるぞ。よし、教室にあるシリコン型を使ってみよう。水を入れてから食品着色料を加えて、よくかき混ぜよう。よし、他の色も加えてみよう。そしてアイスの棒が倒れないように刺して凍らせる。よし、全部凍ったら次に行こう。 OK、 アイスクレヨンで実際に描いてみよう。いいね、めっちゃカラフル、いい感じ。ついでにちょっと舐めちゃおう。うん、うまい。うん、結構頭いいわね。うん、私はどうしよう。そうそう、お金持ってたんだ。これだったら十分。えへん。ボンジョー、絵をお描きしましょうか。支払いは後。まずは描いて。はい、そうですね。傑作をお描きします。はあ、美術って退屈。完成しました。じゃーん。何それ、下手くそ。あっち行って。私の芸術を、趣味が悪い女だ。はあ、芸術家って最悪ね。え、ああ、どうでもいいからさっさと書いて。はい、先生にクラスで一番うまいって言われたんです。クレヨンの塗り絵は大好き。よし、できた。何これ、家と雲。メリー、これじゃダメ。うわ、泣かないで。どうすればいいの。あ、ロリポップあげる。何それ、ロリポップ。え、それがいい。あ、お金、わかったわ。ほら、もう行って。次。え、うわ、最悪。うわ、じゃあ見てください。ほら。すごい、気に入ったわ。はい、お金。うお、ありがとう。やった、最高だわ。ねえリアム、見て。おお、よかったね。俺はアイスキャンディー使ってるんだ。ねえ、そのアートじゃなくてこっちを見てよ。よし、マイルズ、今度はどうなると思う。わかんないけど、また俺がリッチみたいだな。なあヘイゼル、俺たちには新しい服が必要じゃね。新しい服を買う金なら俺持ってるしさ。麗しき俺のクレジットカードを見たか。まあ私もお金が全くないわけじゃないし、返した額じゃないけど、マイルズの様子でも見に行こうかな。一回家に寄って手持ちの服を確認しよう。うわ、マイルズってここに住んでるんだ。そうだな、全部気に食わねえ。あばよ服、お前は用なしだ。さて、タブレットはどこだ。あ、マイルズはオンラインショッピングをするつもりなのかな。新しいワードローブにはどんな服を迎えよう。おお、このコートは絶対買い。うわ、もう届いた。これもこれもこれも買っちゃえ。しゃあ、好きなだけ服買えるの最高。おお、見ろよ、これ着たらいい感じじゃね。新しい俺のスタイルにぴったり。さて、新しい洋服のお披露目といくか。気分は最高、他のも試してみよう。ナイス。他にはみんなにはぜひ俺を見て俺のかっこよさを感じてもらわないと。うわ、めっちゃポーズ決めまくってるじゃん。私にも何か買える服があるかも。そうだな、在庫一掃セールでも見てみるか。うわ、これなかなかかわいい、ゲットと。よし、もう届いた、便利だな。他には何があるかな。これいいんじゃない。よし、ハットをかぶってビーチ用のワードローブを追加して。ゲ、ちょっと前が見づらいね。アバンギャルド的なのはどうかな。柄とかレッドカーペットでいけそうなルック。これは、うわぁ、やだ、誰にも見られてないよね。もう朝になった。素敵な一日の始まりだね。あ、執事さん。あ、それ全部私に。しかも全部新品。ランウェイスタイルだね。今日は赤なんてどうですか。高品質の職人技ですよ。完璧。この黄色のボトムスも素晴らしいですよ。うわ、あれは
これもですか？お望みなら。別のも、あれも。どうぞ。やった！全部ちょうだい！ファッションの雨！やりすぎじゃないよね。みんなに羨ましがられちゃう。なんと。へえ。がっつり寝通したな。よし、準備しよう。今日は何を着ようかな。しまった。私の服これしかないの？服って呼ぶのもはばかられるよ。これならいけるかな。こんなゴミに身を包むなんて無理。もう。これには何が入ってるのかな。服？げっ、キモ。これなんかさらに謎。これは服じゃない？うわ、期待できそうじゃん。私に似合うかな。生地があり余ってる。もう、ばあちゃんに任せるしかないね。これどうにかしてくれない？うわぁ！ドレスが長すぎるなら、高い位置で着れるように腕用の穴を開けるのよ。完成！ふぅ！早かったね。ベルトもいい感じ。ナイス！その指はいただける？わあ、綺麗な宝石ね。はめたらどんな気分なんだろう。ああ、そうだ。その気分、味わわせてあげようじゃん。これだ。ね、サプライズだよ。このカーネーション、君にぴったりだ。わあ、とっても優しい。それから指輪もあげる。うわぁ、信じらんないわ。いいわ、準備 OK。 よし、じゃあどうぞ。ほら、夢が叶ったわ。写真撮らなくっちゃ。あなたって最高。よーい、ほっこ、ほっこ。この指は退屈。わあ、綺麗な景色。キリンって可愛いよな。今日も天気抜群。ペットレース、ここから一頭。いや、そうだ、この子にしよう。ちょっと大きすぎるか。ダメかな。ああ、ひらめいた。おいで、おちびちゃん。レースなんてどう？ペットレース？でもペットなんか飼ってないし。クモとか？ダメだよね。ネズミは？噛んできたらやばいしな。そうだ、完璧！わお、ここ楽しそう。しかもちょうど開始時間。どうも。負ける覚悟できてるといいけど。あんたのそれ？さて、サプライズの準備はいいかな？ガチのゴキブリ！吐きそう！位置について。よーい！ドン！もっと足を早く動かして、行け！イエーイ！頑張って！おお、スパーキーは事故を起こした模様。こんなんで減速するゴキじゃないもんね。もうすぐだよ。勝った！勝てるって信じてた。マジ不名誉だわ。信じられない、一緒に成し遂げたね。
小さい金の塊なんていらね。気にすんな、スパーキー。陶器は着陸態勢に入ります。とってもフレッシュなジュース、投稿日和だな。フライトはいかがでしたか？スケジュール通りです。どうもありがとう。これはチップね。だからやめられないんだ、この仕事。旅行はスタイリッシュに、でしょ。いやー、これが最高なんだ。ふっ、中は暑いな。うわ、ちょっとこぼしちゃった。ちょっと跳ねただけだ、大丈夫。まあリラックスして乗ってりゃいいや。これわざと跳ねてるよね。到着したぞ。ブレーキするなら先に行ってよ。今度は歩こう。わあ、ジュリーだ。さあ教室に向かおうね。おはようジュリー。うわ、今日もまた最悪だ。今のは見なかったことにしよう。じゃないと一日が台無しになる。さあ急いで、遅刻したくないから。リュックちょうだい。はい、お嬢様。中身は何？恐竜？いらない。危ない。これは何のつもり？キリン可愛くないですか？ああ、アボカド嫌いだからバス。顔に当たるところだった。お嬢様、ヒゲだけはご勘弁。知らないって。あれ、それがもらえるなら。これは取っとく。投げられたらえらいことだ。これじゃないって。これいい運動だ。ああ、学校に持ってくおもちゃが欲しい。何でも自分でやらなきゃか。オンラインショッピング。あ、これこれだ。絶対欲しい。今すぐ。お任せください。よし、楽しみだな。買ってきました。いかがでしょう。冗談かなんかでしょ。小さすぎる。ああ、すぐ戻ります。こちらは？うん、マシだけど、もっと大きく。いって。手に入れました。かわいいじゃないですか。なにそれ、夢に出そう。失望したな。私もがっかりです。あれ、もう戻ったの？わあ、かわいいじゃない。まったくです。気に入った。よかった。じゃあ首は勘弁するね。羊、一番大きいのをお願い。一番大きい？楽勝でしょ。もちろんです。結構待たせるな。どうです？それは風船でしょ？と思いきや。わ、何が起きたの？ジュリー、ピカチュウ来てくれたの？やった、踊ろう。いい動きだねジュリー。今日は最高だ。この番組大好き。わ、なんだあれ。パパ、パパ見てよ。うん、結構高そうだな。チャンネルを変えよう。チャンネルをよこせ。よし、他のチャンネルは。よし、なんだこっちもだ。これ欲しい。お願い、絶対お願い。もう火がついてしまったな。どれ、今いくら持ってたか。本当？わあ。ああ、レゴで支払えるかな。そんだけなの？反対のポケットは。ちょ、何それ、鼻くそ。小腹が空いた時のためだ。お、あったぞ。これを探してたんだ。セロテープ。いや、あってよかった。って、待て待て、パパ大丈夫なの？もう大丈夫だ息子よ。ただのセロテープだ。さて、それじゃあ魔法を見せる。このテープを生まれ変わらせる。まず黄色いマーカーでテープに色を塗る。この作業楽しいな。おもちゃを買うほど高くはつかない。隅々までしっかり塗る。これでいい感じだ。けどまだやることはある。これを縦にしてストローを用意。真ん中に置いたら折り返す。しっかりくっつけるんだ。隙間がないように密閉したら空気を吹き込む。ほら、風船になった。これでいいな。そしたら一旦避ける。もう2枚テープを用意。こっちも形を変えてさっきの風船につける。そしたら顔を描くぞ。2つの目からそっと描くぞ。割らないように。次に大きな笑顔を描く。次に赤いペンで舌を描く。あとは赤い電気袋。すごく可愛いぞ。耳にも色を塗ろう。赤い部分にも輪郭を。
この方がよく見える。修正ペンで目に光を入れる。よし、出来上がりだ。レオも喜んでくれるぞ。しかもこれブヨブヨするんだ。おい息子よ、いいものを作ったぞ。ペットをくれるの？いいけど代金がいるぞ。おいしい話はないわけか。そりゃそうだな、この辺にお金があったはず。ほらこれで足りるかな。どうかなパパ、これでどう？あいよ、毎度あり。わあ、ありがとう。ほら遊びに行こうピカチュウ、一緒にいると楽しい。君は大親友だピカチュウ。うわあ、ピカチュウやっちゃった。あ、パパ。いや、俺は知らんな。買い物って疲れるな。荷物持ちになってから行ってください。グラグラしてきた。座って足を休めようかしら。疲れちゃった。にしてもおしゃれなヒール。羊？またマッサージさせろと？いや、いい考えがあれ。いい考えならいいけど。これで足が楽になります。わあ、履き心地がいい。でもまだ痛い。わかりました、お任せください。そう、それでいいの。では痛みをすぐに溶かして差し上げます。奇跡の腕前で。まずはリラックスください。これはチップとしてもらいます。何か言った？いやいやいや、まずはアイマスクをどうぞ。キュウリジュースでいっぱいです。うん、これは癖になりそう。はい、そのままリラックス。南の島にいるかのような気分で、海風が吹いています。今のはカモメ、ムード作りです。では頭皮マッサージを。うわあ、これをずっと待ってた。皆さんお気に入りです。ストレスをほぐします。わあ、コリが溜まってますね。お金持ちって大変なんですね。よし、仕事終わり。これは後でサラダにします。生まれ変わった気分。毎度あり。でも本題は足でしょ。それは追加料金を。しっかりやってよ。大丈夫、お任せください。お支払いいただけるのであればね。では足を見ましょう。大丈夫、今朝洗ってあるから。臭かったんだよね。そりゃよかった。ではまずオイル。私のレシピです。ああ、はいはい。始めますよ。これでどうです？お金払ってこの程度？くすぐったいだけ。もっと強く。支払うから。ご注文の通りにいたします。もっと強く。わかりました。運動していてよかった。まるで運動だ。その程度なわけ？羊の方がうまいけど、これくらい払わないとダメ？強さが足りない。わかりました、本気です。いくぞ。うん、痛い痛い。やれって言うから。まだ序の口だぞ。痛い。まだ始まらないの？余裕すぎるんだけど。うわ、痛たたたたた。何か言いました？いや、余裕なんだけど。それならもっと本気だ。これでどうです？痛い。ああ、まあまあ。もっと強くします？いや、結構。もういいわ。今度また電話してください。おしゃべりな人ね。ご気分は？いいわ、どうも。ちょっと歩けない。でもご夕食が。運んで。うん、契約にはなかったんだけどな。重そうな顔するんじゃない。すみません。もう朝？最高の夢だった。でもずっと寝てもいられない。やることがある。床が冷たい。こりゃ最悪だ。おばあちゃん、助けて。なんの大声だい。ここにいるのに。あ、いたの？なんだい？床が氷みたいなんだ。で、私に何をしろって？つま先が敏感なんだ。ああ、スリッパを貸してよ。あったかそうだ。あたしんだよ。けど、他の方法がある。よくお見せ。おお、これはこれは。スリッパがあるじゃないか。これでどうだい？うわ、おばあちゃん最高だ。あ、なんだ？おかしいな。うわー！
滑る滑る。な、何が起きた？ああ、男子はわんぱくだね。これを履きな。ああ、こっちの方がいい。きついけどないよりマシだ。けどまだ足が冷たい。温めないとな。おお、あの布なら役に立つぞ。おばあちゃんも気にしないだろ。これがあればいい。足が温かいぞ。これをスリッパに入れて靴底にする。最初からこうすればよかった。これをひっくり返す。履くのが楽しみだ。おお、履き心地がいいぞ。足が温かい。確かに床が冷たい。あったかくしようね。セーターを。おや、なんだいこりゃ。レオ、あんたの仕業かい？ああ、なんか怒ってる声だ。お待ち。君はスタイルがいいね。美しさを捉えるぞ。原始人が絵を描いたのもうなずける。あれ、筆が。これじゃ絵が描けない。何かいい道具はないか？今日の私も素敵。あ、誰かから電話だ。もしもし。あ、どうも。嘘でしょ？本当？一部始終教えて。わあ、あの筆すげえ。傑作が作れるぞ。俺のものだ。これは完成させろっていうお告げな。動かないで。生まれつきのモデルだね。みんな君みたいならいいのに。うわ、ママだ。筆を返そう。笑えるわね。よし、気づかれてないって。嘘、嘘でしょ。メイク用ブラシが。理由はただ一つ。レオ、こっちに来なさい。もう怒ったわ。おっと、修繕にしなきゃ。どういうつもりよ。メイクブラシが台無し。俺じゃないって。絵の具がついてるでしょ。はめられたんだ。なんでこんなことを。何か考えろ。そうだ、わかったぞ。電球が急に出てきた。なんとかできるぞ。電球が現れて助かった。これで問題解決だ。電球に直接描くぞ。たくさんの色を使う。星の模様にしよう。ママも気に入るな。またアートが増える。ゆっくり描こう。傑作にするんだ。一筆ずつ間隔を空けよう。完璧にするぞ。ママを怒らせたくない。よし、できた。ほーら、できた。じっとして。これをほっぺたに当てると。うん、変な感触。し、ずれちゃう。もうついた。待って、これは素敵じゃない。こんなにいいメイク初めて。生まれついてのピカソね。電球をちょうだい。よし、絵に集中できる。わあ、信じられない。このまつげすごすぎる。欲しいな。羊、こっち来て。お呼びですか、お嬢様。一体何をしましょう。これが欲しい。お任せください。すぐに長いまつげを用意します。がっかりさせないで。新しい見た目を探してたの。戻りました。失礼します。わあ、最高よ。いい仕事ね。もらうわ。ワクワクする。わあ、気に入った。これから試そう。つけるのも簡単。わあ、すごいじゃない。素敵さに磨きがかかった。さらに上の美貌へ。お似合いです。他も試そう。どう？とっても綺麗。全くです。もちろんです。うん、どうかな。一体何か？好みじゃないの？他に何かない？あ、うん、今見ます。まさかそうなるとは。もう空っぽです。すぐに戻ります。お待たせしました。こちらにご用意しました。サプライズは好きよ。つけさせて。わあ、すごい。これくらいのが良かった。大きければ大きいほどいいの。写真撮ってくれる？もちろんです。はい、チーズ。風の効果がお似合いです。さっさと写真撮ってよ。ああ、これでいい？本当？風が強くない？何も見えない。ブラボーです、お嬢様。あと何枚か。これでいいです。では撮れたかを。やっぱ変かもです。ではさよなら。え、待って。自転車に絶好の天気。え、
かわいい自転車ね。ほっといて。うわ、道がデコボコ。うわ、痛い。めっちゃ笑える。じゃあね。冗談で言ったんじゃないから、バイバイ。ここに止めよう。レッドカーペットはないけどいいか。何やってんの？自転車どかしてよ。ここは駐車禁止だぞ。罰としてクッキングバトルだ。え？何これ、どうなってんの？何が入ってるんだろう。わあ、美味しそうな果物。ジューシーなイチゴ、早く食べたいな。一つ目のチャレンジだ。エマはフルーツバーベキューで、モーリーはストロベリージャム。クッキングバトルだもんね、すぐに始めなきゃ。ネイルが汚くなっちゃう。なんだこれは。お金の匂いは最高。よし、始めるか。長年の修行の成果だ。おっと、自慢のヒゲが。げ、マジか。下着履いててよかった。遅いわね。どこに行ったのかしら。自分でやった方が早いわ。いつもシェフがやっているの見てるから、こうやって切って。注射器が必要ね。これを使って丸く切り取るの。すっごく簡単にできるわ。キウイにちょうどいいサイズ。中に果物が入っているから、あとは串で刺すだけ。よし、できたわ。仕上げにもう一つブドウを刺せば出来上がり。モーリーは何やってるんだろう。ちょっと時間はかかるけど、有利な点もあるの。このイチゴめっちゃ美味しい。よし、次は瓶に注ぐの。こぼさないように気をつけなきゃ。これでよし。蓋をすれば出来上がり。やっとできたの？嘘だ、すっごい忘れてた。こっちはジャムか。よし、上出来だ。両者とも勝ち。イエーイ、うまくいったわ。ちょっと触らないでよ。ちょっと待って、私が先。あ、同じだわ。運動しなきゃ。早食いチャレンジだ。ワン、ツー、スリー、ゴー。あ、急がなきゃ。おい、手を使っちゃダメだ。フォークか何か使って。あ、わかりました。思っていたより大変。もうちょっとなのに。フォークはないけど、ダイヤモンドなら。これと交換しませんか。ゴールドでできてるんですよ。豪華ね。これにするわ。どうも、マイドアリー。あなたも買いませんか。ちょっと高すぎるわ。ああ、かわいそう。これとは釣り合わないから、金色に塗っちゃおう。金色が本当に好きなのね。どうしよう。豪華な食べ物って大好き。美味しい。あれにしよう。このナイフで半分に割ってみよう。折れないように気をつけなきゃ。よし、これで OK。 間に小さな木を挟めば、即席お箸の完成。これでバッチリ。すっごく美味しい。飼ってるかな。急がなきゃ。よし、終わり。嘘でしょ。うお、食べ終わったのか。ずるいわ。はい、あなたの負け。このラウンドはモーリーの勝ち。あ、モーリー、今食べてる途中です。ちょっとキモいんだけど。では次は魚料理を作ってもらう。電話しなきゃ。もしもし、今日のおすすめ料理を持ってきて。あら、もう来たの。これでバッチリ。いくら。取っといて。うわー、めっちゃ美味しそう。腕のいいシェフね。釣り竿を持ってきててよかった。あ、冠が釣れたわ。あ、ごめん。は
回返すね。じゃあもう一回。ちょっと、魚じゃないわ。いらない。釣れた。早速料理しようっと。うちではこうやって焼くのよ。うん、すっごくいい匂い。うまくできたわ。どうかな。すごい。退屈だな。うっと。うん、調理法が違ってるね。モーリーの勝ち。エマも勝ち。ほら、こっちに渡して。やった。ここに何があるんだ。俺が産んだのかな。次は美味しい卵料理を作ってもらおう。うん、卵大好き。わあ、エマ見て、チキンの真似。ダサすぎ。ちょっと待ってて。まずは美容のルーティンから。あら、体は？もう最悪。ああ、そうだ、この上で卵を割って、白身と黄身を分けて、白身を泡立てるの。軽くふわふわになるまでね。これでバッチリ。これを手に取ってフェイスパックにするの。もうツヤが出てきたわ。そろそろスパに行きたいな。ちゃんとヒゲを溶かさないとな。最高だわ。試してみる？やめとく。本当にいいの？もうできてるかな。まな板にのせたら皮を剥いてみよう。ストローをカットしてっと。完璧。卵にストローを押し付けて小さな切り目を入れるの。上の部分を外しても黄身は崩れないわ。飾り付けしていこう。可愛くなるわよ。ゆで卵のひよこの完成。動かないでね、落ちないように。顔に何塗ったの？じゃーん、可愛いでしょ。モーリーのは素晴らしい。君の勝ちだ。ねえ、聞こえた？よし、いなくなったな。ちょっと試してみよう。この仕事はストレスがたまるからな。うん、すっごく気持ちいい。美味しいサンドイッチができそうだ。うん、ちょっと硬いな。イラつく。モーリー、行くぞ。わあ、ありがとう。ほら、エマもいるか。これでどうしろっていうの？ちょっと硬すぎない？カチカチね。ああ、いった。もう我慢できない。傷すらつかないわ。どうしろっていうの？あ、そうだ、水に濡らしてからオーブンに入れてみよう。オンにして少し温めよう。もういいかも。ほら見て、柔らかくて美味しそう。ほら、食べたいんでしょ。パンを牛乳につけてみよう。楽しい。はい、どうぞ。うわ恥ずかしいやつ。これ食べて。いただきます。うん、すっごく美味しい。君の勝ち。ふっ食べられるからいいわ。勝てますように。うん、誰に罰金を払わせようか。どうしよう、美味しい料理がいっぱいだし。うん、見逃してやるか。二人とも行っていいぞ。だから触らないでって。ハムスター、あそこにいる。捕まえなきゃ。よし、今がチャンス。ああ、ネズミだ。
え、何？なんでぶつかってきたの？ごめんなさい、わざとじゃないの。嘘、私の爪が折れちゃった。まさに悪夢。死んだ方が全然マシ。未来なんてもうない。あまりにもひどすぎる。こんなことが私に起きるなんて。あら、どうしたの？怪我でもした？見せてみて。爪が折れたの？おしゃれ女子って理解できない。息吹いたら治るでしょ。絆創膏つけてあげるから。良くなった？治る？見た目最悪じゃない。大丈夫よ、だってただの爪でしょ。そこにいて、これを食べたら気分が良くなるはず。ふっ、大げさなんだから。お菓子あってよかった。ほら食べてみて、元気になるよ。確かにお菓子は大好き。うん？あのすみません、助けてくれる？もうみんな意地悪。自分でどうにかするしかないか。先生！あら？え？わあ、びっくりした。みんなによく言われる。で、何があったの？今のところ問題はなさそう。ああ、これね。痛い？なるほど。いいこと思いついた。氷を入れた袋を膝に置いてみて。え？氷の袋？意味ないし冷たすぎ。わかった、そうかも。すぐ戻るね。ふう、包帯なんかどう？楽しいだけじゃないの、同時に便利。膝に巻くね。わお、よくなった。助けてくれてありがとう。どういたしまして。すぐ回復するはず。ああ、そういえばいい子にはロリポップあげないと。あ、後で食べるね。ふう、最悪な一日。ハムスターも見つかってないし。あー、ブルーの、そこにいた。ずっと探してたの。やっと見つかってよかった。ケージに戻ろう。今日の授業は何だろう。パソコンのテスト？問題なし。パソコンを取り出そうっと。うん、この色じゃないな。変えよう。青？うん、ちょっと違う。ああ、ピンク。これいいかも。カバンとも色が合うし。遅れちゃった。やっと到着。おはよう。どうでもいい。黒板見た？パソコンのテスト？うっそ、どうしよう。こうなったらしょうがない。パソコンを取り出そう。すごく重たい。キーボードはここ。テストの準備できた。それ使うの？グッドラック。うわ、ほこりがすごいんだけど。スイッチオン。何年も前のものだけど使えるかな。まあ、ダメだ。お願いだからちゃんとついて。この光景すごく悲惨。待って、そうだ、ほら見てて。大きなハンマーを使えば問題なし。え、それいつも持ち歩いてるの？あ、ハンマーで叩いて大丈夫？こうすれば動くことがあるの。待って、ストップ。全部揺れて地震みたい。ダメ、飲み物がこぼれた。もう最悪。どうしてくれるの？ハンマーのせいで。信じられない。バイバイ、すぐ戻ってきてね。よし、着いた。やっとテストが受けられる。でね、全部きれいにしたの。わあ、あれ見て、新しい映画見てみよう。5ドル？すごく高い。どのくらいお金持ってる？全然足りない。一人分さえないや。待って、いいこと考えた。みんな小銭をよく落とすから探してみよう。このおもちゃは使えない。うわ、他に何かないかな。あった、どれどれ。小銭発見。たくさん見つけた。どれくらいかな。1、2、3、4、5。やった、5ドルだ。でも1枚しか買えない。2つ必要なのに。そうだった。言っといて、私は帰る。待って、ストップ。いいこと思いついた。洋服の中に隠れればいいんじゃない。そうすれば2人とも入れる。よし、準備 OK。 チャック閉めて。こんにちは、チケット1枚お願いします。
お金を数えるね。大丈夫そうだな。ちょっと待て、なんか怪しい。僕から何か隠していないかい？え、何の話？汗も異常だし。気のせいか。はい、チケット。やった、どうもありがとう。すごく楽しみ。あと少し。やっと。大変だった。早くチャックを開けなきゃ。本当に成功するなんて信じられない。私たち天才ね。やった、映画の時間だ。美味しかった、本当に。デザートにキスはいかが？待って、その前にプレゼント。そうだった、ここにあるよ。うん、花束とチョコレート、普通すぎない？他にもあるんだ。それは何？ iPhone？ すでに持ってるんだけど。じゃあこれはいらないか。捨てるくらいなら。もう少し大きいものを期待してたの。なるほど、目を閉じて、びっくりするよ。あ、プレゼントって言ったわよね。上見て、ほら、好きに名前を書いてくれたの。こんなにすごいプレゼント初めて。どうしよう、キスの相手はモップにしちゃえ。わお、ブリトニー、キスが上手だね。でしょ、私すごいな。お昼ご飯の時間だ。今日のメニューは何かな？サラダとか良さそう。さっぱりしてるし。ダメ、タンパク質が欲しい。お腹すいたよ。サラダだけじゃ物足りない？ハンバーガーなんてどう？でもお腹パンパンになっちゃう。それは絶対にダメ。あ、お寿司、軽くてさっぱりしててタンパク質もある。来た、ここのサービス早くて最高。いただきます。気に入ってもらえるかな。そんなに見ないでくれる？あっち行って。やっとお昼ご飯。お腹すいた。なんか変な匂いがするけどいいや。これは何だろう。はあ、すごく美味しい。この匂いどっから漂ってるの？ちょっと、そんなの食べちゃダメ。どう考えても腐ってるじゃん。はい、お寿司あげる。え、いいの？私に？本当？わお、こんなお寿司初めて見た。お箸、使えるかな？見て、セイウチだよ。お箸のバカ、使えない。手があれば問題なし。うん、最高。このお寿司、味がいい。こんなに美味しいご飯初めて。